久保さんおはようございます今回ね、早稲田大学、あ、早稲田大学、なんとか研究所、あ、この、ちょっとこの研究所、なんか久保さんの動画、再生終わったらですね、なんか早稲田大学の研究室の、の女性の方のいきなり YouTube 回りまして、なんだこれ。 で、授業でねそのなんかライブ、ライブ映像なんですよ。でライブ映像で、パワーポイントスライド作成実践ライブっていうのをね、やってて。で、ちょっと、何やってんだろうみたいなね。<laughs> で、なんかまあ、最初は冒頭聞いてたんですけど、なんかその、今の学生は、まあ、これ、私の仮説ですけど、みたいな、なんか言ってて、あの、スマホ世代。で、 あのー、パソコンでなんか授業やりましょうパソコンでスライド作ったりとかなんかそういうふうにやるとなんかわかんないみたいなねだからあのー、教えますみたいな確かになと昔ね僕もね面白いことがあって久保さん、あのー、久保さんが入った塾あるじゃないですかであのー その塾に入った子だったかな入ろうとした子かななんか 20, 20歳の子だったかなで、面白かったのが、なんかあの、スマホで決済、あ、そうそう、スマホでなんか決済したんですよ。な、i、その、受注管理画面見てたら、その、i、ソフトバンクって、なんか2種類メールアドレスだっって、i ソフトバンクみたいな。で、それで決済が入ってて、 スマホで決済してんじゃないみたいなでなんかその子となんかやり取りする良い機会が何かあってで直接会ったんですよでそうしたら、まあ、スマホで決済しましたっってねでまあその塾入ってからパソコン買いましたみたいなねそうでそっからパソコン買ってなんか稼げたのかな結果が出たのかなであのー どののみたたいな話をしてたんですよその子が面白かったのがその 20, 20代なのになんかマスターマインドクラブみたいなのやってるんですよみたいな何それみたいな <laughs> 面白いねみたいなでなんか仲間内でその,あのその考え方についてあのなんかやってるみたいなすごいなみたいな。 まあまあジェネレーションギャップというかスマホから購入してパソコンを買うっていうね僕の久保さんと僕の世代はパソコンからじゃないですかでパソコンからでスマホが出てきたんでスマホからパソコンなのかっていう逆に言うとパソコンの使い方分かんないけどスマホの使い方めっちゃ分かるみたいなね <laughs> うん面白いですよねだから自分の当たり前が当たり前じゃないっていうね そうまあ、まあ何が言いたいのかっていうと自分の当たり前は多くの人に当たり前じゃないだからあー自分が持ってるものを発信する自分ができること自分がやってきた経験を発信するネット上でねでそうするとためになると。これ,これね パワーポイントスライド作成実践ライブってやつが今あるんですけど、これ再生数が1 10、100、1000、20万回ですね。20万回回ってますよ、久保さん。ライブで <laughs>。チャンネル登録が3万人なんですよ、この人 <laughs>。チャンネル登録3万人で、このライブね、あの、20万回回してますね。うん。すごい。 結構ね、なんで見たかっていうと結構ねまあ、綺麗な女性の方で <laughs> そうちょっとまあ見てみようかなっていうだ,だから今すごいですなね早稲田大学のあのー、先生が綺麗でなおかつライブしてるっていうね <laughs> すごい時代逆にこれもすごい時代ですよねうん。 うん、そうすごいですよ久保さんうんだからまあ自分が、まあ、前回の動画でねあの眼鏡屋さんの田中社長の話してましたけどやっぱね知っていることをあのなんだネットで稼ぐ上で大事なことって 知ってることを発信できるかどうかなんですよ。まずは、ベースとしては。知ってることを、知ったこと、知ったことだったりとか、知ってることを発信できるかっていう。でも、その発信もやろうと思えばできるわけですよ。だけどやんないんですよね。からやんないから結局アクセス挟まんないし。う なんか久保さん朝からなんかアダルト業界の性風俗ライブやってるんじゃないですか <laughs> もうなかなか,なかですね <laughs> ちょっとコメント入れてみましたか広島の広島の久保哲郎です 広島の久保です <laughs> 広島の久保ですって入れときました <laughs> 広島の久保です <laughs> はい。まあライブ終わった頃には僕の動画が見るんじゃないかなすごいなこれ早稲田大学のこの人 はい,い。